第2代、グルーシー公爵、エマニュエルとグルーシーは、フランス革命戦争、ナポレオン戦争期の軍人、帝国元帥。ナポレオン一世が任命した26人の元帥の、うち最後に任命された一人で、それも1815年の百日天下においてだった。パリ生まれ。父親は、アンシャンレジーム時代の初代グルーシー公爵。また、エマニュエルの二人の姉妹が嫁いだのは、 それぞれニコラド・コンドルセとピエール・ジャンジョル・ジュ・カバニスなので彼らは義兄弟となる。1779年にフランス軍の砲兵部隊に参加、1782年に騎兵に転じ、1786年に新衛隊に転じたがフランス革命を支持したため新衛隊から離れることを余儀なくされた。1792年に フランス革命戦争が勃発すると南東部前線に派遣されたが、1793年にはバンデの反乱鎮圧にあたり、そこで頭角を表した。フリートラントの戦いやライプツヒの戦いで活躍した。第6次大仏大同盟により、ナポレオンがエルバ島に流された後の復興を世紀に罷免されたが、100日天下でナポレオンが帰還した際に合流した。 ワーテルローの戦いでは、ナポレオンの命令に固執して、敗因を作ったとされている。ワーテルローの戦いでは、その2日前のリニーの戦いで破ったブリッフヘルヒキール、プロイセン軍を、騎兵3万5千人をもって追撃するよう、ナポレオンから命じられていたものの、プロイセン軍に追いつき打撃を与えることができなかった。その後、ワーテルロー近くで法制が聞こえ、 エティエンヌ・モーリス・ジェラール将軍などから、法制の方向に進むよう求められたにもかかわらず、それを拒否して、ワーブルへの進軍を続いた。このため、プロイセン軍は、ワーテルローの主戦場において、初代ウェリントン公爵、アーサー・ウェルズリー率いるイギリス軍に、有力な援軍として参戦する結果となってしまい、夕方まで優勢だったはずのフランス軍は、敗北してしまった。ただし、 この時に、グルーシーの下にいた兵力は、主力が敗走したにもかかわらず、無傷のまま帰還した。この兵力は、パリのルスを守っていた、陸軍大臣のルイ・ニコラダブィオ元帥が収集し、連合軍が流れ込むのを防ぐ、抑止力となった。彼を軍法会議で死刑に処する試みは、失敗に終わったが、グルーシーは追放され、ルイ18世に許される1821年まで、 アメリカ合衆国に亡命した。帰国にあたって将軍に回復したが、フランス元帥と爵位は剥奪されたままだった。1830年、フランス王、ルイ・フィリップ一世により、フランス元帥に回復した。1840年12月、ナポレオンの遺体がパリに帰還した時の式典に、ナポレオンが任命した元帥のうちでは、すると、ウディの門政と共に彼も出席している。 1847年、サンテティエンヌで死去。ありがとうございます。